それでは今回は、YouTube の SEO の、タイトルについて、解説していきます。タイトルにでもですね、SEO っていうのは、しっかりと施さなければいけなくて、そのタイトルを、キャッチーかつ SEO に効果があるやり方で、タイトルをつけていかなければいけないということになります。なので、そのキャッチーなタイトルをつけつつ、SEO をかけるというやり方を今実践していきたいと思います。はい。それではまずはですね、例えば、このフレーズだとちょっと難しいので、例えば私が、渋谷でエッセサロンを経営しているとします。そして、このエステサロンで私が SEO をかけたいとなったら、で、私の会社名が RQ ですね。渋谷エステサロン RQ。これだとちょっとあれかな。渋谷エステサロンで狙えるかな。はい、渋谷エステサロンでちょっと今回は狙ってみましょう。ということで、渋谷エステサロンに出したければ、通常ここにこういうふうにやるはずなんですが、これだとね、当然、難しいので、渋谷エステサロン。で、この後に、まず、自分の会社名を入れていきます。あとは、強みですね。強みが、あれば、それをしっかりとやっていく必要があります。例えば、これですね。リンパマッサージサロンだったとします。そしたら、渋谷、渋谷リンパマッサージエステサロン RQ。こういう感じですね。本来であれば。ただ、これだと全然、SEO のことは考えてたかもしれないけど、全然キャッチーではないですね。ここに例えば、こうやって並んで出てきたときに、別に、普通に、通り過ぎるだろうっていう感じですよね。なので、こういうね、他の人たちがやっている、こういう結構ねキャッチーなのを結構真似していくのが、非常にいいですね。実際にここで上がっておるわけですからね。渋谷駅の送信サロン、渋谷駅のリンパマッサージ、渋谷で人気のとかいいかもしれない。渋谷で人気のとか、絶対痩せる、渋谷で人気、例えばこんな感じですね。こういう形で、キャッチーにしつつ、こういうね、SEO を上げたい、キーワードを前に持ってくるというのが、非常に重要です。はい。こんな形でね、一旦決まりましたが、これだとですね、ちょっと、なるべくこの左側の方に、キーワードが欲しいんですね。なので、この渋谷で人気、そうですね、リンパマッサージをあっちにやりたいので、渋谷で人気のリンパマッサージ、1回で小顔になれるエステサロン、これいいですね。こういう形で、なるべく左側にですね、SEO を上げたいキーワードを盛り込んでいくというような形で、
タイトルを作っていきます。で、この先はですね、そんなにキャッチじゃなくてもいいです。後ろの方はね。後ろの方はそんなにキャッチじゃなくてもいいので、この一番前の方ですね。特にこの前の方は意識して、いい SEO をかけてやって、さらにこういうふうにキャッチーな、こうタイトルをつけるということを意識してやってみてください。はい。それではですね、今回はタイトルだけということで、SEO、効果的な SEO のタイトルの付け方、効果的な SEO のタイトルの付け方、さらにキャッチーなタイトルの付け方ということを今回の動画ではお話ししました。それでは今回の動画は以上です。ありがとうございました。